こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの、広角レンズエルマリートの、M マウント 24mm アスフェリカルレンズになりますね。はい、 24mm ってなかなか珍しい、レンジファインダーでですね、珍しい価格なんですけれども、これは僕も好きなですね、画角ですね。ライカの R レンズで 24mm があるんで、エルマリートも 24mm があるんですけれども、そちらはすごく僕もよく使っていて好きなレンズですね。でもこれはですね、M マウントの 24mm なんですね。24mm の、ブライトフレームはなくてですね、外付けのあれ、ファインダーもですね、あまり使い勝手のいいものではないので、おそらくですね、ライカ M 以降の、ボディで、ライブビューとかですね、ライブビューの、ファインダーをですね、使いながら使うのがベストなレンズじゃないかなというふうに思ってますね。はい。ということで、外観から見ていきます。外観はですね、ご覧の通り、ほぼほぼ使用感なくてですね、かなり備品と言っていい状態だと思います。ほぼほぼ新品同様と言っても過言じゃないですね。見たところ、こう、擦れ当たり凹みとかですね、使用感という使用感はほぼ全く見当たらないです。マウント部分も綺麗ですね。はい。落下して歪んだり、どこかに、ぶつけたり、こすったりした跡はないですね。はい。この指掛け部分にも、摩耗とかですね、ローレットの塗装の剥がれなども、文字消えなども全くないですね。はい。こう手に持っているとですね、手の湿気でこう曇ってきちゃうぐらいですね、まっさらな状態ですんで、かなり綺麗な状態をキープしております。まあ、もともと新しいレンズですんでね、それほど劣化とかも全然してません。レンズも前玉、後ろ玉、ともに擦れ傷、引っかき傷、コーティングのへくりや、剥がれ、穴も全くないですね。中玉にも曇りカビ、バルサム切れはもちろんないです。チリ汚れの混入も全然肉眼でも見えませんので、ほぼほぼまっさらな状態だと思っていただいていいと思います。はい。で、付属品がリアキャップとですね、こちらの純正の UVA フィルターですね。はい。それと、こちらの、これも純正のフードですね。この見た感じが R マウントのですね、エルマリートの 24mm にちょっと似ている感じですけどもね。はい。で、このフードカバーですね。こういう感じでお届けいたします。それと今回は、外箱もついてますので、元箱ですね、もついてますので、はい。かなり綺麗な状態のままで、はい、お届けすることができます。はい。はい、24mm って結構中途半端な、画角に思えるんですけれども、これがなかなか使い勝手のいい画角で、スナップとかですね、人物撮影にも意外と向いているものですので、ぜひお使いになってみていただきたいと思います。以上です。